バッファローバイユーバッファローバイユーはアメリカが州国テキサス州南東部ハリス郡を流れるバイユーヒューストン西高のケーティ市に水源を発しヒューストンのダウンタウンヒューストン港のヒューストンシップチャンネルへと流れるヒューストンシップチャンネルからはガルベストン湾を通りメキシコ湾に注ぐ長さは約8 5トル、流域面積は約2 7 0トル。 バッファローバイユーには何本かの支流がある。本流と支流のほとんどはヒューストン市域を通っている。このバッファローバイユーと支流の存在からヒューストーンはバイユー式と呼ばれている。支流の一つであるホワイトオークバイユーとバッファローバイユーの本流の合流点はヒューストンの創設者であるアレン兄弟が降り立った地であることからアレンズランディングと呼ばれている。このバイユーの歌詞には 大小の公園が整備されており、市民の憩いの場ともなっている。バッファローバイユーの流路と流域形態に源を発したバッファローバイユーは、上流域でアディックス湖およびバーガー湖という二つの人造湖にその水を蓄えられる。これらの人造湖の主な目的はヒューストンに流れ込むバッファローバイユーの水量の調整である。ヒューストンは洪水に見舞われやすいため、 雨量の多い時にはこれらのダムで水をせき止め、ヒューストンの街に大量の水が流れ込まないようにする。一方、レガッタの大会などのイベントの時にはダムから水を放流し、十分な水量を保てるようにする。これらのダムから先は、テキサス州道6号線の下を東に流れている。また、バーガー湖から先、ヒューストンの第二環状線である。 テキサス修道環状8号線までは、バイユーの両岸に、テリー・ハーシー公園が整備されている。このエリアでは、バイユーで泳ぐ人こそいないものの、ジョギング、サイクリング、釣りをする人がよく見られる。修道環状8号線から、ヒューストンの第一環状線、週間高速道路 I-610 までの間は、バイユーの両岸は、私有地が多く、そのため、 一般市民が貸しに近づける箇所はほとんどない。この区間においてバッファローバイユーが流れる地区はメモリアルビレッジと呼ばれている。また、この区間においてはバイユーはヒューストンカントリークラブやヒューストニアンホテルクラブスパの付近を流れる。週間高速道路 I-610 よりも内側に入るとバッファローバイユーはメモリアルパークの南側を通り、 一般市民が再び、バイユーの歌詞に近づけるようになる。リバーオークスカントリークラブや、ホックバードサンクチュアリバファロー公園の近くを通り、やがてバイユーは、ヒューストンのダウンタウンへと差し掛かる。ホワイトオークスバイユーとの合流点である、アレンズランディングは、ヒューストン発祥の地であり、ここにも公園が整備されている。バイユーは、アレンズランディングからさらに東へと流れ、 イーストエンド地区を通り、ヒューストン港のヒューストンシップチャンネルへと続く。ヒューストン発祥の地、アレンズランディングを流れる、バッファローバイユーバッファローバイユーは、テキサス州の歴史において、重要な川である。テキサス独立戦争においては、1836年4月、バッファローバイユーとサンジャシント川との合流点近くの、菓子でサンジャシントの戦いが繰り広げられた。この戦闘において、 サミュエル・ヒューストン率いるテキサス軍は、決定的勝利を収め、テキサス共和国を独立に導いた。同じ年の8月、バッファロー・バイユーとホワイト・オーク・バイユーの合流点に、降り立った、アレン兄弟はこの地に都市を建設し、サミュエル・ヒューストンから名を取ってヒューストンと名付けた。この合流点は、アレン兄弟が降り立った地、という意味のアレンズ・ランディングと呼ばれている。 元々のヒューストン港は、現在は公園になっている、このアレンズランディングのあたりにあった。このアレンズランディングをはじめ、バッファローバイユーの歌詞には、初期のヒューストンの史跡や古い埠頭、港湾施設が数多く見られる。1970年代頃から、ヒューストンの急激な都市化や、産業の発展によって、バッファローバイユーの水質は悪化してきていた。しかし、2002年に、 マスタープランと呼ばれる20カ年の再生事業計画が実行に移され、水質の浄化及び浸水性の高い公園の整備が進められている。この再生事業にかかる費用は約8億ドルと見積もられている。この再生事業の成果も出始めており、バッファローバイユーではカヌーやカヤックを楽しむ人の姿も見られるようになった。ありがとうございます。